じゃあ、さあ、ということですね、今日はですね、スケジュールというところの動画が、これから本編始まりますけどもですね、この本編が終わった最後にですね、宮崎のね、キャンプに、視察に行ってきましたけども、そこで感じた、ここのキャンプ地、チーム、スケジューリング、最高というね、話が聞けてきたので、本編が全部終わった最後に語っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。ということで、本編、スタート！里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。まあコロナ禍ですけどキャンプ始まりましたね。まあ始まりましたよね。でもそのね、お客さんがいないとか、はい、報道の規制があるとか、うん、いろいろありますけども、はい、あ、言い忘れてたんですけど、うん、これいつ出るのか分かんないですけど、はい、PCR 検査してきました。お、大丈夫でした？はい、陰性です、まあ、まあ陽性だったらここにいないですよね。あのジャイアンツが、はい、そのメディア向けに PCR 検査場を読売ランドに作ってくれて、はい、でそれでメディアが申請して、まあ、お金払うんですけどね、はい、でその検査してきたんですよ、うんうん、でそれで陰性になって、はい、でこれであのジャイアンツのキャンプは行けるんですけど、それでも有効期限があるんですよ、はい、球団によって、うん、その72時間以内の陰性証明とか、あ、6日以内だって行けますよとかっていう、はい、そのあるんですで、うん、その球団ごとに合うようにスケジュール組みながら、はい、でまあ、沖縄も行くんで、はい、あの送ってやる PCR 検査、はい、もう手に持って、はい、もう2週間ぐらいのキャンプ取材を3回ぐらいやるんちゃうかっていう検査しながら、じゃあ沖縄だったら沖縄に行ってる最中にまだ取って送ってとか、それか宮崎にいる間に取って送って、うん、ではい、でそすぐ結果がね出ればいいけども、はい、うん、でその出た上で その時間に合わせてみたいな、はい、で72時間以内だからこの時やんなきゃいけないよねみたいな、逆算してみたいな、キャンプ取材も今年は本当大変でしょうね。そうそう、でしかもなんかそのメディアの規制もあって、うん、まあ、これも行ってみなきゃ分かんないんだけど、なんか球場によってもうその1メディア何人って入る人数決められてるみたいな、はい、だこれはまだねちょっとキャンプに行って、うん、どんな風景か言いますか。そうですね、なんかいろいろ外食をその人としちゃいけないとか、もうご飯を必ず一人食べるとかいろいろ決まりあるみたいですね。まあ仕方ないよね、うん、それはね。で今日何やったか、あ、あれだ、はい、スケジュールです。そうです、キャンプのスケジュールですね、はいはい、キャンプの選手たちの、はい、もしくはチームのスケジュールで、はい、どのポジションが一番忙しいのかっていう、はい、でもそれキャッチャー忙しそうじゃないですか。自分のこともやりつつピッチャーの相手もしないといけないので、キャッチャーが一番忙しいんですよ、はい、いやそうですよね。ご飯食べる暇もないです。へえ、正直、はい、だってあの僕が入団した時のロッテとかの時のキャンプ2軍の時は、うんうん、あのブルペンキャッチャーがいなかったんで、はい、全部コーチの山中さんとか自分たちキャッチャーでピッチャー全員受けてたから、はい、もうウォーミングアップ、うん、キャッチボールして、うんうん、もうキャッチボールあったらピッチャーがブルペン行くから、はい、キャッチャー二手に分かれて、うん、半分はブルペン、うん、半分はグラウンドで投内連携シートノックやるんですよ、はい、でこっちの B 班はブルペン受けろって、うん、でご飯食べて、はい、でバッティング練習、うん、一番目に打って、うん、で終わったらすぐブルペン、うん、でブルペン受けてた人と交代して、うん、でキャッチャーはそのままご飯食べに行って、うん、速攻食べて、うん、であの本体のバッティング練習周りに入って、はい、でバッティングが最後だから、うん、もう行ったらティー打って、はい、すぐバッティングして、はい、で終わったら、うん、もう一回ブルペンみたいな。へー、でも自分の練習することないの、はい、ブルペン終わって、うん、全体の練習終わってから、はい、そっから特集とか、はい、トレーニングとか、うん、走り込み系とか、うん、バッティングとかを、はい、もう一回やるわけ、はい、自分の足りないところとかをそうそう、うん、特別なことやって、はい、ずっと、うん、もう座ってる暇もないよ椅子に。へ、ちょっと休憩とかできないんですか。ないないない、もうだって行かなきゃ変わらなきゃ回らないから、はい、へえ大変。1日毎日ブルペン300球ぐらい受けてるからね、うん、へえ、最低でも何人ぐらいですか。だから2軍でも15、6人とかいるから、だから4回りぐらいするじゃん、はい、だから1人100球投げたら400球だから、はい、そうですね、うん、へえ大変。もうそれもう全毎日ずっとだってキャッチボールやって、うん、島内やって、はい、ブルペン行って、でブルペンでしこたまも毎日300、400球受けて、はい、でバッティングその合間にやって、うん、で全部終わったら特殊特打みたいな、うん、もう本当喋ってる暇ないよ。え、ちなみにブルペンってその一人の投手に対して受けるのってもう一人のキャッチャーですか、それともなんかその一人のピッチャーに対して二人のキャッチャーが受けるとかもあるけど、はい、基本的に一人が一人受ける。あ、そうなんですね、1対1なんですね、うん、そうそうそう、ずっと受けてて、はい、もうバッティングだからこう変わろうって言って変わってもらって、はい、で行くみたいな途中からね。あ、大変。だからもう一番楽なのは、はい、もうピッチャーよ。あ、ピッチャーなんですか。うん、はい、だって人の練習手伝わなくていいから。
でもそうしたら野手もそうじゃないですか。うん、シートノックなんて人の練習手伝ってるのと一緒。あ、そうですね。そうかそうかそうか。党内連携とか、はい、ピッチャーのためにやってるようなもんだから、ね、はい、で間違うのピッチャーじゃん、うん、野手間違わないからね、はい、確かにそうですね、うん、はい、俺シートノックと党内連携いらないと思うもん。なんでですか。全体練習って合わせだから、ただの、はい、ここの能力を上げていっての、うん、最後全体で合わせましょうじゃん、うん、それを毎日やる必要あるっていう。確かに党内連携もキャンプの初っ端からいつもやってますよね。だって党内連携のハイバンド、ハイピッチャー、セカンドみたいな、はい、もうピッチャーだけでサブグラウンドでやっときよって思うの。はい。でバイト君に受けてもらって、うんうん、だって自分の動きだけやっときゃ、はい、それに30分も40分も野手付き合わされるのたまったもんじゃないよ。うん、でシートロックなんてやんなくても、はい、特殊でよくない。まあまあ確かに関係一緒じゃん、はい、30分40分するノック、うん、受けてんの1人10球ぐらい、うん、みんなこう並んで受けてるですね。そうそう、順番待ちで、はい、もういらないわけ、うん、だから暇なの、はい、キャッチャーなんてシートノックめっちゃ暇なの、はい、ボール渡してるだけだから、はい、でちょっとゴロのファーストセカンド、うん、ちょろっと投げるだけでしょ、はい、でホームの返球取るだけでしょ、はい、いるわざわざ、うん、そう個別でやればいいじゃん。そうですね。で俺はいつも思ってるの、はい、そんなことしてるから休む暇ないのよキャッチャーも、うんうん、でピッチャーとか自分の練習だけだから、はい、あのずっと人に合わせなくてもいいから、うん、ゴルフを やったりとかトレーニングしたりとか、うん、ブルペンまでの順番待ちしたりとかってするだけで、はい、でそれはもうのんきにくちゃべってるよ、はい、座って。へー、そうですか、うん、じゃブルペン待ってる間とかこうトレーニングしたりしてないんですか。してるけど自分の練習じゃん、はい、俺ら人の練習、まあ自分の練習もあるよ、はい、でも人の時間に合わせて動くから。あ、そういうことか。そう、はい、みんなは自分の時間で回ってるだけ、はい、俺らは自分の時間プラス人の時間でも動かなきゃいけないから、うんうんうん、ブルペン始まってる、まだなの、始まって、じゃあ行かなきゃみたいな、はい、じゃあこっちも置いとこうみたいな、うん、でブルペンやってるけど、何自分の時間あ来んの、じゃあ何分待って、あ、じゃあもう帰らなきゃみたいな、はい、もう時計ばっかりと見なきゃいけないわけ、こうあっち行ったりこっち行ったり、はい、でしかも隣接してくれてないじゃん、はい、遠いわけよ、うん、動かなきゃいけないから、そこも移動しないといけないんだ、大変、ね、あ、バッティングやってたけど、あ、全部取って、レガーすげて、ブルー作って、はい、受けに行って、うん、あ、取って、はい、こっち行って、はい、着替えてみたいな、はい、人のことばっかりんで、うん、自分の練習やるのは全体練習終わってから自分の練習するから、うん、それもめっちゃ長くなるのよ練習が、うんうん、それはきついよキャッチャー。そうですね、でもキャッチャーってだからどのポジションでもこう練習に必要っていうすごい重要なポジションってことですよね。うん、そうだね、はい、でもね一番忙しいのはキャッチャーだけど、はい、一番だるいポジション待ってる。だるい、うん、一番だるいポジションは全ポジションの若手、はい、全ポジションの若手もう一番だるい、はい、順番待ちがもうえげつない、はい、へえ。もしピッチャーの場合ね、はい、中日とか行ったら10カ所ぐらいあるから順番待ちないんだけど、うん、はい、大体5カ所ぐらいなわけ、うん、ブルペンって、はい、でピッチャー20人いたら4回りあるじゃん、うん、はい、4ターンね、うん、こう4若手大体年功序列で行くから、はい、若手は4番目とかに来るわけ、うんうん、ピッチングするの2時間後ぐらい下手したら。ああ、もうそうですね、うん、もうずっと暇つぶしよ、はい、もう飽きるよ。いいじゃないですか、自分のやりたいことやれるじゃないですか。そんなない、だってやることないもん。でもないんですか。でしかも投げるにあたってそっちもメインになるから、はい、余分なこともできないじゃん。ああ、投げるための体をもう維持しとかなきゃいけないからね、余分なこともできないけど、はい、なんかゴルフしたりとか、なんか体幹トレーニングしたりとか、はい、もうそんなもう暇つぶしの時間あるからやっとこうか、うん、練習。ああ、そういうことか、うん、別にまあずっとじゃあ昼寝してよとかじゃないけど、うん、別にやらなくてもやっても、うん、どっちでもいいぐらいいいけど時間あるからやっときましょうかみたいな。ああ、なるほど。でも上の人とかだと、はい、一番最初ピッチングだから、はい、自分に合わせてキャッチボールしてみたい、はい、はい、ピッチング行ってみたいな、はい、でピッチングして、うん、でその後自分の練習して終わったらグッバイじゃん、はい、最高だけど、うん、もう若いのはもうね忙しいとかじゃない、暇すぎるってキャッチャーの若手はどうなんですか。いや忙しいよ、一緒だから。そうですよね、キャッチャーは忙しいんですよね、うん、そうそう、うん、キャッチャーはもう若手もベテランも関係なく、はい、全員忙しい、はい、じゃあピッチャーの若手が一番暇ってことですね。一番暇、あ、でも一番だるいよね、ずっと順番待ちなんだから。確かにそれもしんどいんですよね、うんうん、でやることなくて、はい、でいきなり、はい、ブルペン順番来たよってスイッチ入れるのもきついよね、うん、だそういったのもきつい、はい、野手の若手も、うん、だるい。どこが暇なんですか。バッティングも一番最後になるのね。
だからまあ5班ぐらいあったら5班目になるわけ、はい、でそれまでにまあやってもやらなくてもいい守備練習と走塁練習とバンド練習とかずっとやって2時間後ぐらいにやバッティング始まるわけ、はい、まあだるいよよくそのナイターとかでも試合始まる前に練習ってするじゃないですか、うんうん、そのバッティングとかもやっぱ若手が一番最後じゃないですか、うんうんうん、そのまでに中野は T 打ってたりとか、うんうんうん、ああいうことですよね、うん、あんならもう全部暇つぶしでやってるだけだからね、うん、そうなんですか、うん、だって守備練習特集でいいじゃん、はい、外野のね、うん、打球砲とかだったらまだ意味あるかもしれないけど、はい、いろんなとこから飛んでくるからね、はい、どれをやるんや問題あるわけ、まあ、確かにそうですね確かにいつもの試合前でもベテランの人から下がってきますもんね、うんうん、だからもう暇なわけ、うん、だからそれだるいよね、うん、そうですねでも暇っていいじゃん、はい、キャッチャー暇がないんだよ忙しいっていうちょっと暇欲しいぐらいですよねだからそういったところもやっぱり野球のね効率の悪さよ、うん、でも他のサッカーのね人とかとこう話すると、はい、でももっと効率よくやればいいじゃないですか、うん、って言うんだけどいやサッカーはいいよと、うん、サッカーで言うとねっていう、はいあの那須さんとかにも言ったんだけど、うん、じゃあシュート練習するよって言って、うん、全員が一人ずつやってるみたいな、はい、んでもゴール一つしかないのにでもサッカーってゴール別にいっぱい作ればいろんなとこできるじゃんああそうですね正直、はい、それが一個しかないからね、うんうん、そこで順番ずつやってるみたいな、はい、でパス回しするよって言っても一人ずつにパス出すんだよ、はい、ノックシートノックそうだからね、うんうん、もう二人でやればいいじゃんみたいな、はいだからもう全体でやんなきゃいけないのがもう時間の無駄とバッティング練習もね10箇所とかあれば話別よ、うん、できないじゃん、うん、そうですねそんなないですもんねだからもうだるいんだよね、うん、野球はあと無駄な順番待ちはいしょうがないどの競技でもまあまあついてくるんじゃないですかだからもう俺はもうそういうのを撤廃したもう素晴らしいメニューを考えてるからなんか前それ言ってましたねそうそう8時と10時に分けて全員バッティング全員守備みたいな特殊を解くたばっかりみたいなしかもボビー監督の時すごい効率良かったんじゃないですかボビーの時はもういろんなところでやるから人がいない、はい、まず、はい、順番待ちなしみたいなあその代わりポジション一つしかない一人しかいないからめっちゃきついっていうそれでもまあまあそう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 だから、ねうん、めっちゃ忙しいのはやっぱキャッチャーよそうです、ね、人のことばっかりやんなきゃいけないしどっちにしろ忙しいですねシートロックのキャッチャーってほんと意味ないもんこれボール渡してるだけだもん、うん、これ多分キャッチャーあるあるよでやるのはちょろっとしたところだけだし、はい、でブルペン行って、まあ、自分の練習もそうだけど、うん、人に合わせて時間を動かなきゃいけないしで自分のやることもやらなきゃいけないし、うん、でもね、はい、だからって言ってだから練習できないんで打てないんですっていうのは言い訳にしかならないんだよまあ空いてる時間というか終わった後に自分でそうやらないといけないと守備練習はないけど、はい、バッティング練習ないこと絶対ないから、まあ、確かに守備練習がないことはあるのよ、うんうん、だから俺らもバッティング練習あったら、はい、バッティング周りって、まあ、バッティングでしょメイン、うん、バント、はい、T、うん、守備、うん、走塁、はい、大体このここぐらいに分かれるわけ、ねはい、でそれを20分から30分回しぐらいで回るわけ、うんまあ、2時間から2時間半ぐらいで回るわけだけど、うん、絶対あるのは T とバッティング、はい、だから守備走塁バントはブルペン行っててないパターンが多いのね、うん、だからキャッチャーの練習ってもう多くの人が誤解してるのが、うん打つ暇ないんじゃなくて守備の練習がないのへブルペン以外が、はい、でも打つ練習なかったこと一回もないからそういうのに、はい、やること多くて打てなくても仕方ないっていう人いるんだよ、はい、いやいや打つ練習一番してるよっていうそこは必ずやってるでしょっていうそうそう守備練習やんないことは、ま、毎日ある、はい、ブルペン以外で今日も守備練習キャッチボールしかやんなかったなみたいなのは全然あるけど、はい、バッティング練習やんなかったなってないからね、うん言い訳できないですね、うん、でもなんかみんなそうやって言うわけ、はい、忙しくてバッティングする暇ないから打てなくてもって言っていやいやバッティングだけやってる確かにキャッチャーはねイメージではじゃあ、まあ、いろんな人に付き合って、うん、他人の練習付き合ってばっかりだって思う、うん、けど守備練習はやらなくてもバッティング練習絶対やってるんだよでしかもよ、うんはい、特殊とか特段になったら守備もバッティングもやるね、はい、でも一、うん、人で守備練習やってるやつ見たことある、はい、野手も含めてないですないでしょ壁当てとかしてるやついないでしょ、うん、はいだって一人であんまできないですもんね、うん、で一人ノックマシーンとかないじゃんないですねでキャッチャーがミット作るためにマシーンで受けてたりすることはあるよ、うんうんはい、でも基本一人で守備練習してるやついないのよ、うんはい、逆によ一、うん、人でバッティング練習してるやつ見たことある、はい、あでも T とかマシーンで打つのありますよねあるでしょできるだから、うん、野球選手一番練習してることって一、はい、人でバッティングなの、うん、そうです、ね、バッティング一番練習してるんだよバントマシーンとかで一人でコツコツやってたりしますもんね、うん、一番練習してないのは、はい、守備なんだよ、うん、
なぜなら一人でできないからね、はい、それなのに、うん、キャッチャー忙しいからバッティングできなくても仕方ないっていうね。余裕で一番やってるよ練習。そうですね、割合では一番高いですね。、うん、確かにこれはもう言い訳できないですね。そうだから、そこの認識をね、サザエチャンネル見てる人には、はい、キャンプ見ながら変えてほしいよね。だキャッチャーがキャッチャーだから打てなくていい、キャッチャーだからまあ打てないっていうのはダメだと。うん、だって一番練習してんだもん、はい、バッティングを。はい、そうですね。うん、だそこら辺もね、はい、あの見ながらキャンプ見てくれるとね、うん、はい、また楽しいかなと思います。はい、さあということで本編が終わりましたけど、本編どうでしたか。またまたね、サザエが言い過ぎてる部分はあると思いますけども、賛否両論起こったでしょうかね。皆さんがいろんな意見をですね、言い合ってですね、さらなる素晴らしい野球界に、ね、なっていったらいいんじゃないのかなと、思います。ということでですね、最初にね、冒頭に、お伝えした天守、宮崎キャンプに行ってきましてですね、西武、オリックス、ソフトバンク、ジャイアンツと、今4球団の1軍がね、宮崎でやってますけど、その全ての球団のキャンプに、行ってきましたけどもですね、まあ、スケジュールというところで言えば一番素晴らしかったのは巨人ですね、そして巨人に行ってですね、まあ、その期間4日間ですね、解説者評論家の人も池田明親さんと村津伸一さん、まあ、2人しか会わないっていうね、ちょっとあのこのコロナ禍で評論家のね、取材っていうのも非常に厳しい状況になっていってますんで、なかなかね、で新聞の評論で会った人はね、いなかったんで、まあ、テレビのね生ライブの解説とかで来られてる方も、まあ、会わなかっただけね、あいるっていう声は聞きますけども、会った方はね2人でしたね、その中でですね、宮崎のジャイアンツキャンプに行きましてですね、原監督と30分ぐらいお話しさせていただく機会があってですね、今年の巨人のキャンプ、スケジューリング、完璧だなっていうね話を聞いてこれたんですけども、まあ基本的にね今年のジャイアンツは、S 班というね、あまあベテラン主力が、東京ドームから始まって、で A 班が宮崎のね3割、 B 班が、宮崎のね2軍の球場、そしてもう一つが読売ランドっていうところでね、まあ4つに分けてっていうところでしたけども、まあ原監督が言ってたのはですね、このまああのコロナ禍の中でね、こういう状況でキャンプをしなきゃいけないっていうところに、なったんだけども、非常にいいキャンプが行われてると、まあ少数精鋭で、動いてる分、一つね4つに分けてる分、一つのキャンプ地に選手が少ないと、その中でその時もシートノックにしてもサード1人、ショート2人、セカンド2人、ファースト1人で、キャッチャー2人っていうところだったんですけども、もうほぼ待ち時間なく、全員がボン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 受けてる状況でしたけども、原監督もですね、バッティングにしてもそうですし、人がいないから短い時間で多くの時間練習できると。そして早めに全体練習を終わることによって、早い時間から個別練習、足りないところ、各々が、取り組むことができると、いったところで、非常に質と量が兼ね揃った、人数が少ない分できる、いいキャンプが、遅れてると。待ち時間もないですし、いろんなところで全員が、暇な時間を作ることなく動けてるっていうところは非常にいいと。まあこれは僕が言ったんですけど、まあまさにね、雨降って地固まるじゃないですけども、まあコロナ禍の中でね、やった練習が非常に、効率よく行われてると。で、S 班がね、東京ドームから始まりましたけども、最初はね、11時からっていうところでしたけども、まあこの東京ドームで行う練習に対しても、なんか原監督の要望は、食事だけはしっかりしろと。しっかり食べて、食事だけはおろそかにしないでやってくれっていうところのね、要望を出したらしいんですけども、まあその一つがね、まあいろんな取材で心を紐付けて考えるとですね、やはりあの、トレーニングもね、しっかりするっていうところで、まあ食事からね、しっかりと、とってトレーニングをして、強靭な肉体をつけてですね、しっかりと野球に生かしていこうっていうね、ところがその食育っていう部分でも一緒に伝わってくるなと。最初はね、東京ドームも11時から、始まるっていうところだったらしいんですけども、選手側からの要望で2時からにしてくれと。で、2時からにして、練習したいっていう要望を、その原監督はね、受け入れて、東京ドームの練習はね、当初は11時からだったらしいんですけども、14時からやることになって、で、そっから4時半、5時ぐらいまで、練習をしっかりして、で、その後、東京ドームで、豪華な、食事を用意して、そこでしっかり食べさせるっていうね、まあ、あの、方針を取ったみたいなんですよね。で、そういったところで、ベテラン組、東京ドームで行うということで、暑さ寒さも関係ないし、天候の雨、晴れっていうところでね、天候に左右されることなく、非常に充実した S ファンがね、行われたっていうところで、非常にいい、試みでキャンプができたと。言ってました。まあ、ひょっとしたら、来シーズンもこういう形でやろうかなって、思うところもあるって言ってたんでね、そういったところでは非常にいいスケジュールを保って分散させることによって人を少なくして、そして、
選手たちをね順番待ちすることなく非常に濃密なキャンプ練習を送っていってるんじゃないのかなと。そのね、まあ、もっといろんな話はしましたけども、スケジュールっていうところで言うとね、まあ、こういった、お話が聞けたかなと。まあ、他の話はねまた違う動画で、おいおい出していこうかなと思いますけども、まあね、スケジュールのことねぐわーっと語ってきましたけども、今年の巨人ね非常にいい、キャンプを送ってるんじゃないのかなと。期待値上がりますよね。しかも選手が少ないっていう部分でね、若手選手はやっぱアピールする場が多いんでね、しっかりアピールできてるっていうところね、まあ抜いてもすぐバレるっていうところもあるんで、選手はね厳しいキャンプになってるんじゃないのかなと。でまあこの動画が水曜日出るんで、水曜日からね佐々木また沖縄キャンプに行って PCR 検査ね受けてまた陰性もらいましたから、あと沖縄キャンプ中にもう一回受けなきゃいけないんですけども、しっかり沖縄でのねキャンプ、そして練習試合、始まると思うんで、そこをしっかりねチェックした上で、日刊スポーツでね評論は出てますので、ぜひウェブそして紙面でね、チェックしてみてください。そしてまた沖縄でね行われてるキャンプ地の、チームのね練習をしっかり見てきて、またいいところはねいいと、伝えていきたいと思います。ということで、宮崎キャンプね、他のソフトバンク、オリックス、そして西武、いいところももちろんあります。でも今日はスケジューリングだけで、また後日皆さんにお伝えします。それじゃあ。